国立青少年教育振興機構、国立オリンピック記念青少年総合センター、国立オリンピック記念青少年総合センターである。陸軍省は1909年に代々木連兵城を開設し、1920年にその隣接するご領地に明治神宮が鎮座された。終戦によって代々木連兵城は新中軍に接収されワシントンハイツとなり、 1955年には本施設の所在地に独身商工養殖舎が建設された。ワシントンハイツは1964年東京オリンピックの開催を機に日本国に全面返還され五輪期間中に同宿舎は女子選手村として使用された。五輪閉会後に選手村跡地の一部をオリンピック記念青少年総合センターとして利用することが決定し、 1965年4月に運営する特殊法人が文部省の所管として発足。翌年1月から研修生の受け入れを開始した。愛称は国立オリンピックセンターが一般的である。施設には体育館、研修棟、浴場等が必要に応じ増設された。だが、1980年代半ばには老朽化が顕著となったこと、宿泊施設が 大人数の部屋であるほか、浴場も大浴場しかないなど、社会構造の変化や、多様化するニーズに対応することを踏まえ、1988年に2期に、分け新築工事が実施されることが決まった。この方針にのっとり、1992年3月から、第一期分として、全面道路から奥まった東側の明治神宮と、接するエリアで宿泊、A、B、C、 D 棟及び国際交流棟の工事が着工。1995年1月に1機工事は、竣工した。ついで、同年11月に2機工事分のセンター棟及び、スポーツ棟。1998年3月までに、カルチャー棟及び地下駐車場、案内所等がそれぞれ着工。2001年3月に、すべての施設が竣工し、同年9月に、 カルチャー胸の受け入れ開始によって全面真相をオープンした。カルチャー胸は青少年の文化系団体等による音楽、演劇、舞踊等の練習及び発表の場などとして利用できる複合文化施設で大ホール、小ホール、リハーサル室、中練習室、小練習室、美術室、和室、工芸室、展示コーナー等を備える施設となっている。 設備や立地に対して、宿泊費や施設使用料が比較的安価であり、個人のほか、スポーツ、企業の研修会、修学旅行生の宿泊、NPO や学生団体などの集会やイベント開催等でも利用されている。1980年代から1990年代にかけては、中国残留孤児の創作の一団が来日した、際の上宿としても知られた。 宿泊 A 棟と D 棟については2010年10月1日から団体やセンターで行われる研修参加者のほか、個人での予約利用が可能となった。通常はこれを省略して、ナショナルオリンピックスメモリアルユースセンターとしている。ただし、英語のメモリアルが意味するのは、記念ではなく、追悼、または、個人を忍びれ、この語訳を指摘された同センターでは、英称から、 オリンピックスメモリアルを省いたナショナルユースセンターを通称とし、その頭文字を取って NYC と表記している。このほか、東京都への返還地には代々木公園が整備され、国際放送センターとして建設された建物は NHK 放送センターとなった。ありがとうございます。